こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は新兵衛さん祭りの話題、嬉野茶交流館茶を知るの紹介、地域コミュニティ嬉野市子育て支援センター5月の行事予定の紹介、嬉野市立図書館から開館時間と休館日についてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。4月13日金曜日、嬉野町不動山地区吉村新兵衛聖徳碑前で新兵衛さん祭りが執り行われました。これは嬉野茶の祖吉村新兵衛の遺徳をしのび、先人の業績に感謝するもので、30年以上前から行われています。今年も地元の人たちや茶業関係者などが集まりました。まずは村上市長が石碑前に献茶を行いました。この日は天気もよく、不動山に心地よい風が吹く中、法要が始まりました。嬉野茶愛人の人々に愛の恩恵を及ぼし、その功績たるや功大なり。その後、吉村家を代表して吉村剛さんをはじめ出席者が焼香を行いました。村上市長が挨拶を行いました。新兵衛さんの功績というのはもう皆さんがご承知の通りだと思いますけれども、この嬉野のため、そして佐賀のためにですね、茶業振興にですね、尽くされた人物でございます。この新兵衛さんの心をぜひ伝えてまいりたいというふうに考えております。終わりに主催者である上不動区区長の吉村正幸さんよりお礼の挨拶がありました。この新兵衛祭りはもう30年が続いております。そしてこの記念碑、昭和9年に出てて83歳ぐらいになります。どうも今日はありがとうございました。式の後には出席者に新茶が振る舞われました。こんにちは。4月1日にオープンしました嬉野茶交流館茶を知るをご紹介します。茶を知るはその名の通り、お茶を知ってもらうための施設です。嬉野茶交流館茶を知るは、多くの人がお茶を学び、お茶に触れ、お茶を味わい、人との交流を通じてお茶を知ることができるようにという思いから誕生しました。施設の中にはお茶の歴史やお茶ができるまでを紹介する展示室があります。また家族やお友達と一緒に楽しめる嬉野茶を知るための体験メニューもいろいろあります。人気の温泉茶止め体験、日本茶インストラクターに習うお茶の入れ方教室、お茶の香りと感触が楽しめる茶摘み体験、昔ながらの製法を体験できる手もみ手入り体験、お茶の加工や機械が見学できる工場見学などたくさんあります。参加の申し込みは前日までにご予約ください。また嬉野茶とお菓子が楽しめる喫茶コーナーや売店もあります。開館時間は午前9時から午後5時までです。休館日は火曜日。入館料は大人300円、小中学生150円です。嬉野茶の歴史や美味しさを知ってもらうための情報がたくさん詰まっている嬉野茶交流館茶を知る、ぜひご家族やお友達と一緒に一度足を運んでみてください。お待ちしております。来てね。嬉野市役所市民共同推進課から市内7カ所の地域コミュニティの5月の行事の開催予定をお知らせします。
各地区の地域コミュニティでは4月の総会の後に専門部会をそれぞれ開催して平成30年度の事業計画を確認します。前から決まっていたものを除くと本格的な活動はその後となりますので、今月のイベントは少なめです。その中で嬉野商工区では行政単位では初めてとなる下吉田地区避難訓練を実施します。いざという時に頼りになるのは隣近所だということが実感できるものになることと思われます。等々力大野原地区では恒例のガレージ朝市が6日日曜日に開催されます。地域の皆さんが手をかけ育てた野菜類がたくさん出るのではないでしょうか。塩田地区、五町田地区では27日に校区運動会が開催されます。お誘い合わせの上ご参加ください。今月も安全安心に心豊かに暮らせる地域づくり実現に向けてよろしくお願いいたします。こんにちは。嬉野市子育て支援センターから行事を紹介いたします。5月の行事を紹介します。9日が子育て支援センターにおいて運動遊びです。10日24日は塩田の南風館において良い子集まれを行います。17日24日は塩田の南風館においてベビーマッサージを行います。なおベビーマッサージは事前予約が必要です。申し込み先は子育て支援センターまでご連絡ください。子育て支援センターにおいては22日は5月生まれのお誕生会、25日は親子の集いを行います。親子で楽しめる遊びを考えています。30日は子育て支援センターにおいて栄養相談を行います。嬉野市の管理栄養士による乳幼児期の栄養相談となっております。以上、嬉野市子育て支援センターよりお知らせしました。嬉野市立図書館より開館時間と休館日のお知らせです。まずは開館時間のお知らせです。火曜日から金曜日の平日は午前9時から午後7時まで、土曜日、日曜日、祝日は午前9時から午後5時までです。次に休館日についてです。毎週月曜日は休館日です。祝日が月曜日から木曜日の場合、翌日が振替休館日となります。祝日が金曜日、土曜日、日曜日の場合、振替休館日はありません。また毎月第3木曜日は館内整理のための休館日となりますので、よろしくお願いいたします。嬉野図書館よりお知らせでした。細菌による食中毒は夏場6月から9月頃に多く発生します。家庭での食中毒を防ぐのは食材を選び調理する皆さん自身です。3つの原則、6つのポイントで食中毒を防ぎましょう。食中毒予防のポイントは6つです。ポイント1、食品の購入。食品は新鮮なものを適量買いましょう。購入した食品は肉汁や魚などの水分が漏れて他のものにかからないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包み持ち帰りましょう。冷蔵食品や冷凍食品は購入したらすぐに持ち帰り冷蔵庫、冷凍庫に入れましょう。2、食品の保存。食品を冷蔵庫に保存する場合は7割程度を目安にし詰めすぎに注意しましょう。また
ドアの開閉は最小限にとどめましょう。生の肉や魚は他の食品に肉汁などがかからないように保管しましょう。3、下準備。手洗いは食中毒予防の基本です。調理前だけでなく、生の肉、魚、卵を触った後は必ず手をしっかり洗いましょう。生の肉や魚を処理したまな板や包丁、卵を処理したボウルなどの調理器具はよく洗い、熱湯などで消毒しましょう。4、調理。生で食べる野菜や果物、加熱調理が済んだ食品を手や調理器具、調理台などで汚染しないように注意しましょう。加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。5、食事。食事の前は手を洗い、調理後は速やかに食べましょう。6、残った食品。残った食品は小分けにし、冷蔵庫に保管しましょう。室温で放置するのはやめましょう。食中毒予防の3原則は、食中毒菌をつけない、菌を増やさない、殺菌するです。これらの衛生習慣をきちんと守り、家庭から食中毒をなくしましょう。食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。それでももし食中毒かなと思ったら、すぐに医療機関を受診しましょう。以上、健康づくり課よりお知らせしました。5月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の小児時間外診療はご覧の通りです。5月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか。最後は嬉野市かふるさとの空よをお聞きいただきながらお別れです。次回もお楽しみに。